ナレースワンは、大のアユタヤ王朝の21代目の王。サンペット二世とも言う。大王と称せられ、また、黒の王とも呼ばれる。日本語では、ナレース縁とも表記される。マハータンマラーチャーティラーと王の子。ピッサネローク生まれ。ノーンサーライの戦いで、ビルマ王子ミンチットスラと戦うナレースワン王、サムトプラーカーン県1600年。 ビルマのトッペグーに入場するナレースワン王1563年、父が知事を務めていたピッサヌロークがビルマのバインナウン王に攻められるとナレースワンは人質としてビルマに連行された。1569年、タイがビルマの属国になると、父がクグツとしてタイの王に擁立される。同年、不王は娘、スパンカンダヤーをビルマ王に嫁がせ、代わりに、 ナレースワンを帰国させた。ビルマで軍事を学んだナレースワンは独立を目指してタイの武力強化を進めた。この時に古式エタイが創始されたとも言われる。1574年、タイは拒兵し、ビルマの失誕側でナレースワンが敵軍の戦法を銃殺するなど所詮は優勢に展開したものの独立するには至らなかった。1581年、 バインナウン王が死に、ビルマが急速に衰退し始めると、ナレースワンはフ王を助けて、再び兵を挙げ、1584年に独立を果たした。1590年、フ王が死ぬと王位を継ぐ。1594年からビルマに侵攻し、1600年にはビルマのトップグを落とした。ナレースワンは、武人として、数々の戦いで、自ら軍を指揮し、 カンボジアとの戦いでは、プラヤー・ラウェー号を捕らえ残手し、その地で足を洗うというインドシナ半島で行われていた戦勝儀式を行っている。1604年、ビルマの体系シャン族が、ビルマをナンタブレンが毒殺されたことによる混乱に、常時て強準してきたことから、彼らを保護するために、ナレースワンは兵を率いて、アユタヤから北上したものの、翌年、 現在の治猿前県北部で病死した。ナレースワン大学にある、彫像現在、タイの歴史においてその業績が目覚ましいために、大王と称される王は7人いる。中でもナレースワンは、旧国の英雄として、タイ三大王の一人と称されており、現行の通貨である50ワーツ紙幣の裏面に肖像が、使用されている。神格化もされており、ムエタイの創始者という伝承から、 ムエタイ選手は彼の像の前で戦勝を祈ることがある。ありがとうございます。